坪井素直さん、当時20歳。爆心地から 1.2 キロの南竹谷町で被爆しました。8月6日、御幸橋には救護所が設けられ、多くの人が応急処置を受け、身の島へ運ばれました。御幸橋での惨状を目の当たりにした坪井さんが、人々を戦争へ駆り立てた教育の恐ろしさを知ったといいます。それが戦後教師として平和教育に取り組む第一歩となりました。当日朝、私はちょうど市役所と大学の北門のところを通って、路上で出くわしたわけですが、その日は非常に暑いやっぱり日だったわけです。で、その瞬間はそうわからんですけれどね。しかし、マグネシウムのあのライトの色を基調に赤や黄や緑やね、非常に綺麗な色だったんですよ。綺麗というのはちょっと表現がおかしいんですけどね。もうとにかく上の方からバサッと来て、その瞬間自分では伏せたつもりだけれども飛ばされたんだろう思います。で、道路上であったためにその歩道を飛び越えてほとんど家屋の寸前まで飛ばされておりました。で、その家屋が自分が気がついた時にはもう全部倒れておりましたの で私はその真っ暗闇の中で右往左往するわけですが、しばらくして、多分10分ぐらいだろう思うんですが、背中が随分痛いので、チカ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 するし、こうシャツを脱いだわけです。そうしたところがシャツがまだ燃えておりましたので、まあ10分ぐらいは火のついたシャツを着て逃げ回っていたというような状態です。びっくりしたので、この何でしょうか、背中の痛さが分からなかったわけです。倒れた家の下敷きになっている、おばさんの声が助けてくれいう声がしましてね。で、まだ20歳でありましたので、この際若いんだから人助けをしなくちゃというわけで、すぐその倒れた家屋のそばまで行ったんです。ところが声はしても姿は見えなかった。声は何度もするんです。そこで一人ではどうもその胸着とかいろいろなものが持ち上げることができないんで、あたりを見て応援を頼んだ。ところがもうその時にはこういう格好でですね、もう皆ドロドロになったのが目に入ったわけです。そのまでは私がやられとるとは少しも思っていなかった。その瞬間自分の近くに落ちたんだということだけは分かりましたね。ところがその人たちを応援頼んだけれども、みんな今のような幽霊のお化けのような格好をしておりまして、やはり気温が動転していたんでしょう。助けたい気持ちはあったんですけれども、自分一人ではどうにもならず、心残りながらもその場を立ち去るわけです。ところがその声は未だに忘れません。こういう話をした時には必ず夢に出てくるような状態で、未だに頭の底に残ったら本当に気の毒なことをしたと思う。で、そうして、歩いている間にちょっと柔らかいものにこう踏んだなと思ったら、それが人の手であったりですね、それから首と手が離れて飛んでいたり、ある時は
これは相当な年の方だったですが、たるきがこう胸の方へ突き刺さったんですね。で息をするたびに、肺が出たり引っ込んだりする。もうもちろんその人も亡くなられたろうと思うんですけれども、学校行こうとしたんですが、もうその頃からフラフラして、歩く元気がなくなりました。で木の陰へ座っとった時に、前の立ち話で三幸橋に、治療所ができたと、こういうことを聞きましたので、三幸橋までも200-300メートルだから頑張っていこうというわけで、そこからまた元気を出していったんです。で三幸橋へ来たんですが、もう三幸橋には何千という人がこう群がっているわけですね。治療所言うと何もそのもちろん屋根も何もありません。その三幸橋が、交差点が五差路ぐらいでありますので、そこが広場になった。そこへみんな集まった。そこへもう何千という人が集まっております。その時に、この治療班が油を持ってきて、一生懸命やけどに油をつけとったわけですが、その油は皆電鉄の車庫の電車の機械油を持ってきてつけとったわけです。トラックは何台か来ましたが、そのトラックの出来事を私は一生涯忘れることができません。というのは、トラックからこのいわゆる軍人さんがタタッと降りてきてですね、このトラックに乗れるのは若い男の子だけだと、若者だけだぞと、女や子供、年寄りはもう乗っちゃいかん、こう言うんです。その声がもう大きな声で、軍人さんの声ですから、胸を突き刺すような声だ。一瞬ひるんでのトラックに足をかけていた年寄りとかおばさんとかいう人は皆降ろされましたし、ちょうど40から50ぐらいの男の人が小学校3、4年生の女の子をね、手を持って のし上げようとしたんですよ。そうしたら、その軍人がね、子供なんか乗せちゃいかんんでね、引き裂いてしまったんですよ。でお父さんも乗って上からこうその子供を手を上げようとしたわけですからね、そこで離されて引き裂かれて、そのままトラックは出発するわけですが、普通の今の人だったら、なぜお父さんその時すぐ飛び降りんかとこう言われるわけですが、実際は戦争の時にはそういうめめしいと言いますか、軍に反対することが非常に、この危険なことであって、そういうことがあればすぐ、引っ張られてしまって、非国民だというようなことになるわけなんです。まあ、そういうようなことがあるから、そのお父さんもそういう教育を受けておるので、自分の可愛い我が子をそこで、一緒に飛び降りることもようやらなかったわけなんです。まあそういうようなことを思いましてね、本当に人間を人間として扱わない、人権を無視するようなこの戦争いうのに対しての私の憤りがそこで固まりました。私がもう気がついたり気を失ったりしてるときに、同級生が、おい、つおい、どうしたんやとこう言われて、初めてまた気がついたような次第です。で、その同級生に励まされて、私は、そのトラックに、まあ若者でありましたので、男でありましたので、トラックに乗せてもらって、それから、この宇品の船舶部隊といいますか、陸軍船舶隊のがありましたが、そこに連れて行かれたわけです。あまりにもたくさんなので、どうしようもないような状態でした。ところで、そこでまた私は友達に会うわけなんです。その何万の中で出くわすいのは本当確率から言うと本当にないわけなんですが、そこでまた友達に会います。これはまだ東京の方で生きております。
その友達がその後はですね、私をおぶって、宇品から二の島へ、逃げさせてくれるわけです。まあ、それからね、二の島では治療といったら、これは皆自分でね歩いて行って治療、赤チンとかいろいろものをつけてもらうのが治療で、それは歩いていかなくちゃいかんから、治療にはならんわけです。だから私たちと同じような重症患者は動けんから治療を一切してもらっておりません。家帰るまでね。だからいわゆる肺が飛んできて卵を産みつけて1週間後ぐらいにはもうどん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 うじが湧くわけ。私もうじがいっぱい湧いてですね、この皮膚と身の間にこう皆うじが湧いてるわけ。そのうじをお袋なんかこうピンセットで取るわけですよね。うじが食いついとるもんだから痛いわけなんですね。だから痛がる痛がる、かわいそうなけれども取らねや、うじが湧いて死んでしまうというわけでね。まあそういうような場面が私自身もありました。生徒がね、まあ、死ぬる間際になって、今までこうヒー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 ってからも死ぬる寸前のような声出していたのがね、パーンと飛び起きてね、タタタッと走っていって、その壁ですよ、タンとこう当たってそのまま死ぬるわけです。そのじゃあなぜそんなことをしたのかというとね、その当たる前にね、突撃言うんですよ。戦争をやっとるような気持ちになったんでしょうね。まあこれがまた教育の恐ろしいところだと思うんです。軍国主義教育を受けとるもんだから、そういう死ぬる間際になってもね、まだ突撃って敵をやっつけるんだ言うんでね、タッと走っていってガーンと倒れると、そういうような場面も見ましたしね。これもまた私には戦争というのは、あるいは教育というのは非常に恐ろしいなと、大事だというようなことを感じました。田舎に連絡がついて、親が、船を雇ってやってきたわけです。ところがその親がその、受付で、調べてもらった時にはそういうものはおらないとかですね。親はその何千何万おる被害者いうか被爆者を見て探さなくちゃならない。ところが顔形がもうむちゃくちゃになっておりますので、探しても探してもわからんわけですね。でも親戚の人と親と二人で来たんですが、親戚の者はもうこれはダメだ、帰ろうということになって、しかし親だけ残って親戚の者は帰ったわけです。一旦帰ったわけですね。夕方になって帰ったわけです。ところが親は残りました。残ったけれどもどうしようもない。ただ部屋だけでなしにですね、もうその頃どん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 亡くなっておりますので、その死んだ人を初めは焼いていたわけです。二の島で。ところがもうその頃になったら焼くようなそういう人間とか焼く人ですね、それとか焼く油とかそういうものがね間に合わんので、とにかく防空壕とかあるいは畑の中へどん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 しまいにはもう死体を投げただけ転がしただけだそうです。それを一つ一つ親が探したわけですが、それがなかなかうまい具合にいかんかったんですね。でそこで親はですね、もうダメだということで、親戚の者と帰り自宅に入ったわけです。ところがまあ最後に言うわけでですね、各部屋部屋を私素直と言いますので、素直や素直や言うて、恥も外聞もなく その親の声がですね、その時だけ私意識が戻りまして、かすかに分かったわけなんですね。で、ここにおるよって手を挙げたまままたばったり分からなくなったらしい。で親はおっとったいうわけでね、それで
まあ、うん、親の一年ですか、その時にちょうど意識が戻ったので私は助かることができたわけです。この座ったのが明くる年の1月10日で、やっと襖を持って立ったり、だから少し歩けるようになったのが3月頃だったわけです。まあそういうようなことがあって、私は助かっていくわけなんですが、とにかく連れて帰られた時ももう頭はずるむげになってるし、頭はずるむげになってるし、もう何もやけどは全身やっておりますし、もう背中の方から足の方まで全身やっておりますので、これはもう絶対助からんというようなことを医者にも言われ、もう今晩ダメですと言われたのが何回かあったんです。まあそういうようなことで、何回か入院しとるわけですが、その入院をするのが大抵やる場合にはですね、一応普通に仕事をしていても、その仕事がですね、その日まで元気だったのがもうあくる日バタッといくようなことが多かったわけなんです。だからまあそれが何によってそうなっているのか私にも分かりませんけれども、まあ一つの例はですね、この職場でいろいろ仕事をして帰って、そして食事をし、テレビも見で、さあ寝ましょうと思いまして、新聞を寝床でこう読んでいたところ、喉のがどうもこう詰まるようなから、ああんったところがですね、血がダーッと出てきて、すぐ救急車を呼んで県病院の方へ、まあ、連れて行かれたこともあるわけ で県病院の方でもなぜそういう血がどんどん出たのか、もう救急車の中のでもらったさらしなんかが真っ赤になるほど血が出た。ちょっとこう歯茎から出たいう分ではないわけなんですね。そういう不安が肉体的のみならず、この身体的、精神的にもですね、不安が付きまとうようなこの戦後生活になっとるわけなんです。だからこの放射能の恐ろしさ言いますかね、これはこの肉体的な問題だけでなしに、やがては精神的にもおかしくさせるというようなことをつくづく感じております。まあこれはまだ個人的な話ばっかりですけれども、まあそういうことをして今までやっと、まあ皆さんのおかげで助かってるわけ。まあその戦争がいかに人間を人間でなくするかということ、これがもう生死はもちろんのこと、生き延びてもですね、いろいろ戦争は人間の命を、それこそないがしろにするというようなこと、そういうことで、これは教育というのは非常に恐ろしい大事なものであるから、一つ教師になって、皆さんのために尽くしたいということで教師になったわけです。もし、恩返しだけだったら先生にはなっていなかったかもしれません。やはり教育の力がこういう戦争を起こすんだと強く信じましたので、私は教師の道を選ぶことにしたんです。なおその教師を選んで、幸いに教師を選んだ関係で生徒と接する機会がいいわけです。また父兄に接する機会もいいので、その機会を利用しては、まあ微力ながら平和への力添えをしておる次第です。